赤毛のエイリークのサガは、サガの一つでアイスランド人のサガに分類される。赤毛のエイリークのグリーンランド入植とソルフィン、カルルセフ2のビンランド探検を中心に扱うサガである。同じ題材を扱ったグリーンランド人のサガと比べ、探検の描写が具体的である点、キリスト教色が強調されている点、それにグズリーズ・ソルビアルナルド・ーティルが、 物語の重要な役割を果たす点に特徴がある。グリーンランド人の佐賀には赤毛のエイリークの佐賀についての言及があるので、グリーンランド人の佐賀の作者はこの佐賀を参考にしたようである。しかし、両者に記されている内容はかなり異なっており、互いに矛盾する点も多く見られる。この佐賀は2冊の写本、ハウクスボークとスカールホルトスボークに保存されている。 現代の文献学者は、スカール・ホールトス・ボークの方がより原本に近いとしている。オリジナルは13世紀に書かれたとされる。赤毛のエイリークの佐賀、グリーンランド人の佐賀で述べられている、ビンランド、ヘッドランド、マルクランドへの航路予想図、ソルバルド・アースバルズソンとその息子エイリークは、殺人事件を起こし、ノルウェーを追放されて、アイスランドに移住する。エイリークはアイスランドで、 また殺人を犯し、追放処分を受ける。そこで、エイリークは、グンビョルン・ウールフスソンが西に流された時に見たという、陸地を探し、そこに移住することにした。そしてエイリークは、守備よく、グリーンランドを発見し、ブラッターフリーズに定住した。エイリークは、ショーズヒルドと結婚しており、レイフとソルステインという二人の兄弟がいた。ソルステインは、父と共に、 グリーンランドで暮らし、レイフはノルウェーで、オーラー・アブ・トルクバソン王の元に滞在していた。アイスランド追放の際にエイリークを助けた仲間の一人、ビービルの息子ソルビョルンは、経済的な理由からその娘、グズリーズを連れて、グリーンランドへ移住する。この時金持ちのエイナルは美しいグズリーズに縁談を持ちかけたが、ソルビョルンは断る。移住先のグリーンランドで大飢饉が起き、 困ったソルビョルンたちの集落は、巧妙な女予言者ソルビョルグを招いて、吉居を占ってもらうことにする。ソルビョルグは、占いの準備に必要なバルズロクルを歌える女性はいないかと皆に尋ねる。ただ一人、その歌を知っていたグズリーズは歌うよう求められるが、キリスト教徒の彼女はためらう。結局説得されて、グズリーズが歌うと、ソルビョルグの占いはたちまち成功する。 ソルビョルグはお礼に、グズリーズの未来を占い、お前の子孫はアイスランドで繁栄するだろうと予言する。その後、ソルビョルグが占った通り天候はすぐに回復した。フェロー諸島の切手、レイフ・エリクソンのアメリカ発見ある日、エイリークの長男、レイフ・エリクソンは、グリーンランドからノルウェーへ向かう途中で、ヘブリリーズ諸島に流され、魔女ソウルグンナと仲むまじくなり子を儲ける。 ヘブリディーズ諸島を出版したレイフはノルウェーでオーラーブ・トリュクバソン王に越見し王からグリーンランド不況の任務を授かる。グリーンランドへ帰る途中偶然にも小麦とブドウの木が自生している陸地ビンランドを発見した。さらに船が難破して漂流している人々を見つけて助けた。以来彼は幸福なレイフと呼ばれるようになった。帰ってきたレイフは ノルウェー王の命令通りグリーンランドにキリスト教を広めた。父エイリークはなかなか受け入れようとしなかったが、母ショーズヒルドは間もなく回収し、エイリークスフィヨルドに教会を作らせた。これ以来、二人の夫婦仲は悪くなった。間もなく、ブラッターフリーズではレイフが見つけたり口瓶ランドのことが話題に上り、皆でそこに行こうということになった。リーダーは、 エイリークのコソルステインに決まった。エイリークも同行を要請され、気乗りはしなかったが、皆の意見に逆らえず嫌と言えなくなってしまった。船に20人と少なめの家畜、武器と食料が詰め込まれた。出版当日、エイリークは金と銀の詰まった箱を隠してから出ようとしたが、落馬して脇腹のあばら骨を折り、上腕の付け根を痛めた。負傷したエイリークは、 金銀を隠した罰が下ったのだ、と妻に打ち明け、後悔に出ることを断念した。それから、ソルステインたちは、意きようようと出発したが目的地にたどり着けず、秋の終わりにようやく、エーディクスフィオルドに帰り着いた。そしてブラッタンフリーズに戻り、冬を越した。帰ってきた、ソルステインは、グズリーズに結婚を申し込んだ。本人からも父親からも色良い返事をもらい、 秋に二人は結婚した。しかし、冬になって間もなく薬病が蔓延し、ソルステインは死んでしまった。その夜、しばらくすると、ソルステインの死体が起き上がり、グズリーズを呼び出す。グズリーズに会うと、神のご加護と慈悲について独特と述べ、グリーンランドの多くの者が神を粗末にしている、と語った。そして、グリーンランド人とは結婚しないこと、 財産を教会と貧しい人々に寄付することを頼んだ。それだけ言うと、ソルステインの死体は再び崩れ落ちるように倒れた。彼の亡骸は、エイリークスフィヨルドの教会に葬られた。夫を失い、遺産を相続したグズリーズは、エイリークの家に引き取られた。ニューファンドランド島、ランソーメドー国立歴史公園のバイキング居住後、ある夏、優秀な船乗りだった。 アイスランドの若者ソルフィン・カルルセフには仲間と共に40人で船に乗り込み、秋にブラッターフリーズへやってきた。ソルフィンたちはエイリークに気前よく取引に応じ、エイリークも寛大に礼を返し、二人は仲良くなった。そして、当時の縁の準備の便利を図ったことをきっかけに、エイリークは息子の未亡人、グズリーズをソルフィンと結婚させた。その冬、 ブラッターフリーズでは、ビンランド探検の話題が持ち上がり、春にソルフィンが行くことになった。この公開には、エイリークが、他の女性との間に設けた娘フレーディースと、その夫ソルバルズ、さらには、エイリークのもう一人の息子、ソルバルドも一行に加わった。一行の総勢は160人だった。ソルフィンの一団はまず、グリーンランド西部入植地へ向かい、ビャルンエーを目指した。 二日間そこから南に進むと大きな平たい岩のある陸地を見つけ、ここをヘッドランドと名付けた。そこから二日間航海し、進度を南東に変えると森に覆われた土地を見つけた。ここはマルクランドと名付けた。さらにマルクランドの南東の対岸に島を見つけた。その島で熊を仕留めたのでビャルンエイと名付けた。そこから陸地に沿って長いこと南に進路を取ると、 岬を見つけた。その岬でで南パ船の竜骨を見つけた。また、右玄には驚くほど、長い砂浜の海岸線が伸びており、その海岸線には、フルズストランディルと名付けた。そこから陸地に湾が入り込んでいたので、そのうちの一つに船を進めた。そこでブドウの房と野生の小麦を見つけた。その後、とある入り江に船を進め、その入り江と入り口にある島をそれぞれストラウムフィヨルドと、 ストラウムウェイと名付け、入江に上陸した。そこで冬を越したが、食料が不足する事態に陥る。海岸にクジラが打ち上げられたので解体して食べると、みな食あたりを起こしてしまった。次に北上するか、それとも南下するかで、乗組員の一人、カルードのソウルハルルとソルフィンの意見が対立した。ソウルハルルは、偽、キリスト教徒で、もともと他の船員とソリが合わなかった。 彼は結局、少数の仲間と共に船に乗り込み独断できたに、進路を取ったが、そのまま西からの向かい風にあいアイルランドまで流されてしまった。彼らはそこで奴隷にされて、生涯を終えたという。一方、ソルフィンたちは別の船で、さらに陸地に沿って南下した。長いこと船を走らせると、川を見つけたので、そこの河口に怒りをおろした。この土地は、非常に肥沃で、 その地の低地帯には野生の小麦畑が、森が見えるところには、ぶどうの木が広がり、川は、魚で溢れていた。森には、ありと、あらゆる動物が数え切れないほどいた。彼らはそこに半月ほどとどまり、家畜を育てて暮らした。ニューファンドランド島の先住民ベオスク族の、復元像をある朝早く、川張りの船に乗った、先住民に遭遇した。 その時は何もせずに逃げてしまったが、次に来た時には彼らは、ソルフィンに交易を持ちかけた。先住民たちは特に赤い布を欲しがり、持ってきた革製品と毛皮と交換した。また、先住民は、ノース人の武器を交換したがったが、ソルフィンはそれを禁じた。その時、突然、ソルフィンの飼っていた牛が突っ込んできて、うなり声を上げ、それを聞いた。 先住民は驚いて逃げてしまった。三週間後、彼らは武器を取り、大軍勢でやってきて、攻撃を仕掛けてきた。激しい戦闘が始まったが、先住民は、棒の先につけた大きな黒っぽい球体を投げつけてきた。未知の武器に遭遇した、ノース人は恐れをなし、皆一目散に岩場に逃げ去り、そこで戦った。しかし身重だったフレーディースは踏みとどまり、 仲間の死体から抜き身の剣をひったくり、胸をあらわにし、その剣で胸を叩いて威嚇した。これを見た、先住民は恐れをなして逃げ出した。この戦闘で、ノース人には二人、先住民には大量の死者が出た。ビンランドは、肥沃な土地だが、先住民の攻撃にさらされるわけにもいかないので、ソルフィンは故郷に帰ることにした。ビンランドでさらに五人の先住民を殺した後、 ストラウムフィオルドに戻ってきた。一説によれば、ビアルニとグズリーズという名の船員と100人の仲間は共に、ストラウムフィオルドにとどまったという。ソルフィンたちは北上し、キャラルネスを過ぎて西方へ船を進めた。左限に陸地が見えたが、ずっと荒涼としたハラノが続いた。さらに進むと川を見つけ、その河口に船を入れて南岸に怒りを下ろした。ある朝突然、見知らぬ男が、 ソルフィンたちのいる川辺に走り込んできた。その男は、足が一本しかなく、恐るべき、速さで矢を追いかけてきた。エイリークの息子、ソルバルドがその矢を腹に受け、ほどなく死んだ。一本足の男はすぐに逃げ出し、ソルフィンたちは追いかけたが結局逃げられてしまった。それから北に船を返し、三度目の冬は、ストラウムフィオルドに留まった。最初この地に到着した冬には、 ソルフィンの息子、スノッリが生まれていた。この時には3歳になっていた。グリーンランドへ帰る途中、マルクランドで先住民の子供2人を捕まえ、言葉を教えて、洗礼を受けさせた。2人の話では、先住民には2人の王がいて、人々は岩穴や洞窟に寝泊まりしているという。さらに彼らの住んでいる土地の真向かいには、白い服をまとい、布切れのついた棒を携え、 大声を張り上げる人々が住む土地があるという。さて一行はグリーンランドに到着し、その冬はエイリークの下で世話になった。その後、二度目の夏を迎えた時に、ソルフィンは祭祀を伴ってアイスランドの故郷へと帰った。ソルフィンの息子スノーリの一族は、その後、司教を三人排出したという。ありがとうございます。